り、これずっと借りててごめん。面白かった。続きは図書館で借りたから。バイバイ。最年少でノーベノレ文学賞を受賞した相沢修吾さんの喜びの声をお聞きください。会場からの中継です。最年少での受賞となりますが、いかがでしょう。光栄です。この場を借りてお礼を言わせてください。まず私の作品を読んでくださった皆様、またこれまでに多大なご助力を賜りました出版社の方々、ありがとうございました。そして僕のすさんだ心をあの頃に戻してくれた天使にありがとう。それとごめんな。俺がここにいるのは君のおかげだ。俺のところに舞い降りてくれてありがとう。天使とはどなたのことですか？俺の可愛いメイです。